新鮮安心いなべフルーツ。今回ご紹介するのは、1年半ほど前から地元北西町の高齢者宅などを訪問し、炊きたてのご飯やお惣菜、手作りパンなどを届けている伊藤守さん。伊藤さんが配達を行うようになったきっかけは、この地域は非常に高齢者が多くですね、山間地も多く、お店がだんだん少なくなってきておりますので、お年寄りの方から、要望がありまして、あったかいご飯と惣菜を届けてくれないかという話がありまして始めるようになったんです。今は毎週月曜日午後ですね、ずっと山間地を回って味ご飯とパンと惣菜と、時にはトイレットペーパーとかですね、お米とかいろんなものを頼まれてお届けしております。人気の味ご飯はかまどで作られています。伊藤さんがかまど炊きにこだわる理由は、非常に保温が優れてっていうことと、お焦げが美味しいということでですね、ゆっくり時間をかけてですね、あったかい気持ちを出したいということで、こういうかまどで炊いております。おかげさまでいなべっこを出してもすぐ完売になりましてですね、非常に皆さん喜んでいただいております。伊藤さんは味ご飯の他にも、地元の材料にこだわった手作りパンやラスク、シフォンケーキなどをいなべっこに出荷しています。いなべさんの黒米と赤米を使ったですね、食パンを作っております。もっちりとして非常に美味しいです。今現在ラスクは7種類から9種類ぐらいあるんですけども、できるだけいなべブランドということを考えてですね、そばの実を使ったですねラスクとかですね、地元産のカヤの実を使ったラスクとか、そういったものを出しております。いなべの食材をできるだけ使ったお菓子、パン、味ご飯です。ぜひご賞味ください。